以前僕の妹はロコという犬を飼っていたんですけれども、このロコが癌を患って、どんどん衰弱していくんですよね。で、日に日に衰えていく。それを見ていられなくなって、妹は地元大阪でも有数の神社へ参拝に行ったんです。そこは非常にお祓いで人気のあるところなんですけれども、受付で、ご祈祷用紙に住所、氏名、願い事を書いて、で備え付けの箱に入れるんですけれども、自分の前に置かれたであろうそのご祈祷用紙、参拝客が置いたこの紙、なんかね、小さい文字でびっしり何か書いてあるんですよ。ご祈祷用紙ですよ。何と思ってこう見てみると、そこには遺書、息子の殺人癖を収めてくださいって書いてあるんですよ。何やと思って、これまで自分の息子は何人もの人を殺して埋めている、そして女の共犯者がいる、そしてこのままでは私もっていうようなことがうわーって書かれてる。おいおい、こんなもう縁起でもない、これ病気兵の来てるのにと思って、もうすぐ下に入れてね。で、そこ受付を済ませると、その神社は、言うと分かっちゃうんですけど、たすきをねくれるんですね。で、そのたすきをかけて拝殿に入っていく。で、拝殿にはすでに何人かの参拝客がいるんです。で、一番前に座っている3人組が目についた。身なりのいい初老の夫婦が座っていて、そこにぴったり寄り添うように汚いおばあさんが、もうなんかわけわからん動きをしてるんですよ。汚いですよ。で、一人だけタスキをかけてない。うわ、変な人おんな、あ、もしかしてあの人が書いたんかなって妹は思ったんですね。と、そこに神主さんがスーッと入ってきた。で、神主さん拝殿をこうぐるっと見渡して、で、一礼するんですけど、そのおばあさんを見た瞬間、嫌な顔して舌打ちしたんです。と思ってたら、神主さんもスーッと神前へ行って祝詞を上げ始める。で、真っ先に自分ね、妹の名前が読み上げられた。あ、ロコの病気が良くなりますように、こう一生懸命拝んだ。あれどうすんだろう、神主さんあれも読むのかなって思ってると、一枚こう神主さんこう手に取って読まずにスルーしてそっと置いたんです。そりゃそうだよなと思って、そのおばあさんの方をパッて見たら、あっ、思わず声が出ちゃった。そのおばあさん、こう自分の目をこうかきむしるようにして、で、なんか言ってるんですって。でも、なんか叫んでるんだけど声は聞こえない。なんやおばあさんのこの喉元がドス黒く変色してるんですよ。で、うわ、もうちょっと本当勘弁してよと思って、こう目を伏せた。祈祷が全て、ご祈祷が終わって、周りの参拝客たちももうその片付けて帰り支度をしている、その気配がある。で、恐る恐るこう顔を上げてみたんですね。と、そのおばあさんいなくなってるんです。姿が見えない。いや、絶対そんなことはない。なぜなら拝殿への入り口は自分の後ろ、ここ一つしかないから。と思ってると、その一緒にいた老夫婦がですね、スッとこう寄ってくるわけです。で、妹に向かって、なあ、あんた、なんか見えたんか、なんか聞いたかって、すごい高圧的に言うんですって。いや、わかんないっす、みたいな。あのな、悪いこと言わんさけな、もう忘れて帰り、わしらにな、悪いもんついとんねんって、すわって言われるんですって。ほんともう怖くなって、妹はもうその、周りの全てが怖くなって、そのまま拝殿からバッと飛び出したんですね。この後にこの殺人癖のこの用紙を書いた申し込み用紙なんで、そこに申し込み者の名前書いてますよね。で、それで調べてみたんですけど、実際に有名な、すごく有名な殺人事件の犯人と同じ姓でした、同姓でした。ただそれはもう20年以上前に死刑執行されていて、で、その親がもし生きていても、やっぱり3桁いっちゃうので、多分もう生きてないだろうな。で、同時にもう一つ気味が悪いのが、あの寄ってきた老夫婦があのおばあさんの息子だとしたら、
夫婦ではなくて、もしかしたら共犯の女と息子かもしれない。となるとあのおばあさんは殺されてるんでしょうかね。そしてあの神社は何か知ってるんですかね。いずれにしてもかからない方が良さそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。大黒天さんでした。ありがとうございました。